備の人生ワクワクトーキング、ご覧のスポンサーでお送りいたします。いないになったらいいなみたいな。募集中。あ、久しぶり、まきちゃん。久しぶりですよ。あ、ご迷惑をおかけしました。寂しかったんだけどね、元気な松井さんがいてくれたから。すごい寂しかった。ご迷惑をおかけしましたね。忙しそうだね。ね、まきちゃん、なんかすごい2月特に忙しかったみたいなんだけど。はい、長いことで、なんか絵の方にすごいね集中して。はい、やってました。ちょっとその話聞かせてください。どんなことやってたんでしょう。似顔絵描いてました。似顔絵、描きますよ今度。今度描きますよ。だってね、こう言葉で説明してもなかなか伝わんないから、その何、ただデーンとマキさんの東京まで行ってたんだよね。行ってました。その何、そこの行ってたところで何を、似顔絵、絵描くんだけどさ、絵描くんだけど学ぶことってあるじゃん。なんかね、そうですね、プロ意識学んできました。まずプロ意識、まずそこだったかな、一番学んだのは。お金をもらうことに対して、その絵を、責任みたいな。絵を描いてそのお金をもらうっていうことに対する責任、が一番変わったかな。そこに意識、その意識が変わったってこと。ふわっと今まで逃げた感じだったけど。ふわっと逃げてた。安いしとか言い訳をしてたけど、あんまりね、絵描いてますとも言わず、ひっそりといた感じだったけど、どうだろう。でもそこら辺はね、もう改善しましたね。しっかり自分で言葉にして言うことで、お金をいただくことで、もう責任を持って、クオリティ向上みたいなのはね、すごく持ってる人たちだったから、そこは学びましたね。あ、そうなんだ。そうすると何、まあ今まではその絵を描くことが好きっていうことから仏画を描いてて、でそれをイベントに出て皆さんに提供するのに、まあこれぐらいでいいやとか、その絵に対するあれじゃなくって、その例えば金額をつける時も、まあこんなもんでいいかなとか、その漠然としたものでまだこう考えてたっていうか、そう、お金もらうことに逃げたんですよね。責任が発生しちゃうことに。まあぶつかじゃなくて似顔絵なんですけどね、イベントは。それがもう変わりましたね。その変わる、その意識を変えるあれってね、どんなことから学んできた、その特にそこにいた時に、その意識が変わったって、そのプロ意識がついたっていうのが、やっぱりそこに行って変わったわけじゃないですか。いろんなこと感じて変わってきたと思うんだけど、それってそこで何を感じて、そういうふうに自分は受け取って変わってきたの。そこにいたことによってさ、その今まではまあいいやって漠然とって、そこ逃げてたって言ってたじゃん。漠然としてちゃいけませんみたいな話をされて、あ、ビシッと、そう、そんなもんじゃ、甘いもんじゃ、お金をもらうってこういうことなんですよみたいな。目を聞いて、あ、本当だ。てか逃げてたのに気づいた。気づいてたけど見ないふりしてた。なるほどね。そうそう、そういうそこ大きかったかな。まあ技術もね、本当にすごかったですけどね。もう本当に、なんていうかな、甘えが許されない世界。人間ってね、ついついこう楽な方に逃げようじゃないけど、何か理由をつけてこうね、それでよしとしようっていうか、その現実を見ないようにしようっていうか、なんか自分に甘いっていうわけじゃないけれども、うまく逃げ場を作るっていうこともあるよね。逃げ場はなかったですね。ないんだ。あそこなかったですね。よかった、行って。あ、行ってよかったのね。よかった。その逃げ場がなくて追い込まれるってこともあるじゃないですか、逆に。追い込まれてましたよ、やってましたよ。もう朝から晩まで書き続けたもん、ね、仕事行ってたけど。でもそれをすることによって、自分の意識が変わったわけだね。
変わりましたね、すごいね。でもそれって大事だよね、きっと。うん、でもやっぱりその講師たちが作り上げる雰囲気とか持っているものとか、そういったものがみんなを引き上げてくれた。自分がとか言うより、だからその教える側に立つその講師の人たちもやっぱりそのいろんな、あの、なんていうのかな、エリートでトントン拍子に来たわけではなくて、やっぱりそのいろんな苦労したりとか潰されかかったりとか、ね、そういう経験を得てるからこそ多分そういうふうに今度人に教える力があるというか、伝える力がきっと出てきてるでしょうね。でしょうですね、そうですね、それがだからすごく強く伝わってくるっていうか、ほらね、例えば教科書見ながら得たるものはこういうものですとかね、例えばあのね、お金をいただくとはこういうことですっていうだけを伝えたにしても多分心に響かないと思うんですよ。でもやっぱりその人の人間性だったりとか、その人がやっぱりいろんな苦い経験も含めて、でそういう過程がいろいろあって、だからこそ多分その人間性もから多分学んだりとか、伝わってくるものっていうのが多分大きかったのかもしれないです。かったですね。すごい充実した1ヶ月でしたね。あ、2ヶ月なんですけどね。2ヶ月か、そうだそうか、そうそう、うん、でも2月すごい頑張った、私松井さんと。ああ、ありがとうございます。そう、松井さんね、すごい頑張ってくれましたよ。本当、まきちゃんですとか言いながら、あ、頑張ったんだよ、見てない？しばらく忙しかったもんね。見ます。あ、そうね、そうだそうそう、はい、うん、ということでね、また今回からね、まきちゃんと、3月はまきちゃんと一緒に、はい、無事お送りすることができました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。また一時いるかだけどまたここにあのまきちゃんに扮した誰かがいるかもしれないですけど、はい、とりあえずはね、3月はこの2人でちょっとお送りしていこうと思うんですけど、はい、あの毎回ね、そのテーマを決めてね、話をしながら言ってるんだけど、今日はそのね、記憶、記憶いろいろあるでしょ、何十年って生きてきた中でね、1年って365日あるけど、365日の記憶全部覚えてる？昨日のもないですね。今朝のも飛んじゃうかもしれない、下手するとぽやーんとしてて。でしょ、だから全部が全部覚えてるわけじゃないじゃないですか。ね、ちょっとね、その記憶っていうものに、あの、今日焦点当ててね、話を展開していこうかなっていうふうにね、はい、思ってるんですけど、はい、ちっちゃい頃、あの、よくほら神様の、あ、なんだっけ、神様との約束、あれなんだったっけ、題名、そんな感じ、ね、の、ね、その体内記憶、お腹の中にいる時のその記憶がその残ってる子供たちがいて、でそんな話をね、そのお母さんに、僕はこうやって生まれてきたんだよっていう、あの、話ができる子供さんがね、何人かいるっていうのが今の証明されてるわけじゃないですか。で、その記憶ってどう、ちっちゃい頃なんか嫌だった記憶とか、なんか楽しかった記憶とか、いろんな出来事があったと思うんですよ、子供、この大人になってくるまでにね、そのちっちゃい時の何かすごいインパクトが残ってる記憶とか、そういうのって何かあります？ちっちゃい頃って何歳ぐらいまでなんですか？え、全然何歳でもいいですよ。その小学校ぐらい、まあ中学ぐらいになるとまたあれですけど、ちょっと小学校ぐらいとか幼稚園とか3歳ぐらいとか、ちょっとちっちゃい、その幼少の頃に、じゃあ焦点当てましょうか。漠然としちゃうから、こう、あの、小学校ぐらいになっちゃうと。幼少の記憶ないですね。幼稚園とか保育園とかにね、通ってた時とか、まあ、幼稚園に行く前に、なんか親との関わりの記憶だったりとか、幼稚園行ってたな、親いたなみたいな、そう、なんか断片的な記憶とかない？ないですね。あ、ある？マキさん。ありますよ、なんか私ね、すごい不思議な記憶、その体内記憶ではないんだけど、あの、母親がよくね、子供をちっちゃい時、赤ちゃんの時って寝かして、ちょっとほら寝てる間に買い物行こうとか、なんかあるじゃないですか、そのね、っていうパターンってあるでしょ、で、うちね、母親がその私を寝かしといて出かけたことがあったの。それがね、多分、あの、なんだろう、
その小学校とかに住んでた時の前の家だったんで、うん、当然多分3歳4歳とかもそれぐらいまでだと思うんですけど、うん、その時にね、あの昼寝してて出かけてて、うん、親がねちょっとこう窓からこう見えるところだったね、1階だから見て様子を見て、あまだ寝てるから大丈夫だなって思って、うん、親出かけたことが、そのままねまたもうちょっと外出れるなと思って出てたらしいんですけど、その時に私自分の記憶はね、あお母さんが私が寝てる間に出かけてるから目覚めてるの、その時に、うん、あでももうちょっと寝とこうと思ったの、うん、いや変な人そういう変な記憶があるの、なんかあもうちょっと寝ててあげなきゃいけないっていう、もうここで起きちゃダメだな、寝てなきゃいけないって思った記憶があるのよ。へえ、なんかなんだろう、そんなにインパクトが強いような出来事じゃないですね。そう、なんか日常のほんの一瞬の、うん、そうそう、だから普通だったらね、なんかほらこういうことがあったとかああいうことがあったっていうのはあるんだけど、うん、なんかそんなちょっと不思議な記憶じゃないですそれも、うん、であ寝ててあげなきゃいけないって、うん、もうちょっと寝ててあげなきゃと思って、うん、寝てるそのイメージも全部あるので、私そのことを母親に聞いた時に、うん、あのお母さん私をねその置いてね出かけたこととかないって言ったら、あるっていうのやっぱり、うん、うん、あ寝てるからいいやと思って出かけたことあるよって言われて、うん、あその記憶間違いないと思って。へえ。なんかすごいですね。不思議な記憶でしょ。うん、こうすっごく恐れたとか怖かったとか、うん、なんか響くようなことじゃないですもんね。そう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 。なんか思い出すことってね、すごい例えば叱られてこんな思いしたとか、うん、そういうことって結構残ったりするんだけど、そういう記憶じゃないんですよ。それは。あとなんか叱られた記憶とかね、そういうのってどう、なんか覚えてるものってあります？叱られたのは覚えてますけど、これっていう強いのはないですね。ああ、そうやって考えたらどうなんだろう。その親との関わりって結構いい感じっていうのかな。普通？うん、別にそんな叱られて嫌だったっていう記憶がすっごい残ってるとか、うん、そういうものってあんまりじゃマキちゃんない？ないですね。あら、はい、あら、なんで？素晴らしい家庭環境に育ってるじゃないですか。え、そうなの？いや、やっぱ幼少の頃って大事なんですよ。すごい。あ、そうなんだ。大事。犬がいた。あ、それは覚えてる。なんかね、私ね、一回ね、それで、その、母親と父親が、その、あの、ちょっと出かけて、ある会場のお手伝いがあって、その会場のお手伝いに行ってた時があるんですよ。うん。ね、ちょっと離れたところ、そこの家から。うん、で、その時に私はおじいちゃんとおばあちゃんのところに預けられてた。うん、まあ預けられてたとかね。まあ留守番しててねって。うん。だね、多分ね、その時も寂しかったんでしょうね。父親も母親もとりあえずそっちのお手伝いに行っちゃったから。うん。で、やっぱ子供って素直でしょ？あのね、母親と父親のとこいい子をと思ったの。うん、思いますね。思う。でね、多分ね、歩いて、地元の人だと分かるんだけど、池見町っていうね、その三四根とかあるとこ、分かんないね、地元じゃなかった。あの、まあね、そっからその、会場まで歩いて、大人男子でも、でも多分、30分ぐらい歩けばね、うん、2、30分かかるような、国道1号線沿いぐらいの、その激しいところにいたんだけどね、その母親たちが。うん、で、歩いていこうと思って、うん、もう会いたいと思ったんだよねきっと、うんうん、なんかどっか寂しくて、うんうん、で歩いてったことがあって、うん、トコトコとた どうなる、その3歳ぐらいの子がいなくなるわけですよ、その場から、うん、大騒ぎですよ、おじいちゃんおばあちゃん大騒ぎ、うん、もういなくなった。で特に預かってるから責任がね、どうしようって言われて、うん、で歩いてって、そこでもよく記憶も、私そこのね場所も覚えてるなと思って、そこまでたどり着く道のりっていうのを、ねえ、うん、そんな何回もいつもいつも行ってるところじゃないから、多分何回か数回は連れてってもらってんだろうけど、うん、そんなに何もう日常的に行くような場所、ある一定の区間だけに、お手伝いだったから、そんなにいつもいつも行くとこじゃないでしょ、うん、でも多分そのね行く道を覚えてたんですよね。で
そう、すごいでしょ、うん、でとにかくトコ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 分かる無邪気なまま歩いて、うん、で行ったら喜んでもらえると思ったの、うん、あーよく来たねって、すごいすごいって言うかと思ったらめちゃめちゃ怒られたんですよ。うん、怒りますね。なんでこんなとこに来たのみたいな、どうやって来たのって怒られて、私はもう褒められる褒められると思ってすごいワクワクして行って、で、きっと偉かったねってすごい言ってくれるって、それもその時もそう思ってたんですよ、その、うん、ちっちゃい時に、うん、で、行って顔を見た瞬間に私はまあ褒められると思ってたら、すごい剣幕で怒られて、まあ、大人になった今だから立場は分かりますけど、そのやっぱ危険な交通量の多い国道1号線沿いのいくらその歩道があるとこでも、そこをそんなちっちゃい子がね一人で歩いてくるっていう危険性っていっぱいあるわけじゃないですか。で車に限らずその人との接点でもね、それを多分とことか歩いてきても母親たちは多分感情が先だったんでしょうね。うん、そうですね、私もそうですけどね、子供に対してね、あれそうなの、感情に対して、感情で先言うのも言います。あんまりにも心配しすぎて、もう本当に多分その状況だったら、うん、本当によくここまで来て本当によかったっていう前に、うん、やっぱり怒りが出ますね。あ、やっぱりそうだよ、それは一旦冷静にはたいですね、うん、やっぱ感情の方がわって先に言ったら、うん、でもそれって子供すっごい傷つくわけですよ、うん、なんかよく頑張ったねって言って物事に対してそのなんていうの、あのね、でもねってこうこうこうだからもうこれはダメなんだよって危ないんだよって言い聞かせることは大事なんですよ、うん、でもやっぱりこうなんか心配なことってすごい怒られるじゃないですか、うん、ね、感情の方が先に立つ、帰り遅いってどうしたんだろうと思って、うん、でそれってでもやっぱ子供ってねすっごい傷つくんですよ。でそれねすごい傷ついた覚えがある。あの叱り方もあるんじゃないですか。そうそうだと思う。何やってるのって言われるのか、うん、もう本当に心配なんだからって言われると、そう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 、この思い自分の思いを伝えるのとやっぱりそのね、うん、同じ感情でバーっていうのを、うん、もうなんかこうその心配が怒りに変わった怒りあれじゃなくって、うん、本当にあなたが心配でみたいな、危なかったんだよっていう叱り方とね、それも多分違うとは思うんだけど、うん、そのね、その接点ってすごい難しいと思うんだけど、それってねでも子供傷つくんですよ、意外とインパクトの。それでね、その後のね、全然もう日常話なんですけど、でどうなるかと思ったら、まあとりあえず当然多分向こうも右往左往してるだろうと、ね、で今ならその携帯電話でね、あのここにいるからねとかこういう状況だからねって伝えれるけど、昔ってそういうね通信手段ってないじゃないですか。だからとりあえず送ってくと、もう車のある人が乗せて送ってくって、もう危ないから、もう危ないからとにかく心配してると思うって言って、でその記憶のその映像もすごい鮮明に残ってるんですよ私。でまあまあその叱られたことは多分心配だったんだろうなっていう、あでも叱られたって、あしちゃいけないことをしたんだなっていうふうにまずインプットされる。ね、それで、あしちゃいけないことをしたんだなっていう、こういうことはしちゃいけないことなんだっていうふうにインプットされるわけです、自分の記憶に。うんうんうん、それで、まあ、とりあえず今度送ってもらいます。そしたらそのね、車のその窓からその映像がねちゃんと覚えてるんだけど、近所の人とかおばあちゃんが集まってるの、すごい、うん、うん、心配だから、わかる、その3歳児ぐらいよ、わ、やべえっていう感じ、うん、あ本当にすごいことしちゃったんだみたいな、で大変なことしちゃったんだって思って、でもやっぱり自分子供じゃない、まだなんかどっか お父さんとかお母さんにすがりたいとこがある。そしたらね、母親なんて言ったと思います？こっから自分で歩いていきなさいって言われて、えここからも私一人みたいな。だからね、その親はその意地悪とかそうじゃなくって、自分の責任で自分で帰りなさいって多分そういう教えだったと、とは思うの、今考えるとね。でもその時はすっごいなんかね、孤独感っていうか、すっごい大変なことしちゃったんだなっていうものがすっごい印象づいてましたね。ほいでここから一人で歩いて、あそこのね、その右往左往してる輪に行けと、鬼だっていう感じだね、もう私一人と思って。でもね、そういう育ち方をするとやっぱね、物事に不安になったりとか、なんかこういうことしちゃいけない
ことなんだっていう認識がね、子供ってインプットされるんですよ。でね、しかで私多分ね言ったと思うんですよね、自分で。でも多分そこもね、母親もね、なだかんだ言いながら多分ついてったような気はするんですよ。でその場に戻ったら、おばあちゃんとおじいちゃんはね、違う、そこがよかったね、よかったよかった、いてよかったよかったって、そうですね、これこれみたいな、とかね。でもその時にやっぱり自分がね、その危ないことしたんだっていう認識のもとと、それからその何、あ、受け入れてもらったって愛情っていうのかな。だから母の愛情も間違ってはないと思うね。やっぱ心配だから言ったっていうのもあるんだけども、やっぱりそのね、伝え方の後からの記憶の残り方よりも、そのおばあちゃんたちが、ああよかった、とにかくよかったねって、あんたが無事でよかったって、まあみんなお騒がせしたねって、ああよかったよかったって言っておぶってくれたのかな。もう分かる、顔出せない状態で、ね、でもすごいなんかそこに安心感っていうのが出たんですけど、ね、だからそのちっちゃい時のその出来事だったりとか、その記憶ももちろんいいこともあるけど、どっちかって言ったら悪いことの方が、その大人になってもそうだけど、どっちの比率があれだって言ったら、結構なんかね、一個のその大きな出来事のちょっと自分にとって辛かったりとか、その出来事の方が大きくないです？こう3つぐらい楽しいことがあっても、その3つの楽しさよりも大きな、その一つのボーンとあった悲しい出来事だったりとか、その記憶の方がパッて上になることってないんです？比率ぐらいですかね。本当に3対1でもやっぱり同等ぐらいになっちゃいはしますね。あ、同等ぐらいにはなるんだ。でも、うん、だからマキちゃんやっぱ恵まれて、ちゃんと育ててもらってるの、ちゃんとっていうか。あ、そうなのかな。うん、あ、でもありますよ、やっぱり。なんていうの、そう思ってもその時には思わなくても、いつまでも引きずってるやんみたいな、うん、あー、まあね、大なり小なりそういうのはあると思うんですけどね、うん、でそのなんかアメリカのその大学の方の研究で、そのどれだけの子どもの頃の記憶っていうのが、まあ、3歳ぐらいまでとか、まあ、いろいろちょっとね、あの年齢別でその記憶に残ってる、3歳までの記憶かな、うん、が残ってるその印象、うん、あの、うん、っていうのをね、なんか研究したみたいで、アメリカの大学が、うんうんうん、そしたらそのね、5歳から7歳ぐらいまでの子がその3歳ぐらいまでの記憶を覚えてるっていうのが大体 60% ぐらいの。まあまあまだまだ、まあまあまだまだないしね。そう、うん、でその8歳から9歳とかそれぐらいになってくると、もう 40% 以下ぐらいああですよね、なってくるんだって、うん、でそれをあの、なんて言ったかな、幼児健忘症っていうね、言い方をするんですって。言葉を、大人になってさ、ほら痴呆症とかいろんな言い方することもあるじゃないですか、忘れたりとかいろんな記憶ね、うんうんうん、でもその子供のそのね、幼児健忘症っていう、うん、あの名前があるんですって。そのちっちゃい頃の記憶を忘れてしまうっていう。え、この大人になってからってみんな覚えてるんですかね。何パーセントぐらいなんですか。何パーセントぐらいなんだろうね。でもほら、全部が全部一日中の記憶ってないでしょ、全く、うんうん、だからそのやっぱりそのね、だからその幼児健忘症っていうのもその悪いものではなくて、それはあくまでも自然の現象なんですって。うん、うんうん、でもほらやっぱりそのマイナスのねイメージがいっぱいありすぎると、うん、やっぱりその自分の考え方の枠組みって狭くなったりとか、うん、固執しちゃったりとかするじゃないですか、ね、だからやっぱりそのね、ちっちゃい時の記憶の残し方ってもすごい大事なんです。でも自分で操れるもんじゃないしね。そう、でも親がどうやって作るかですよね。そう、そうなのよ、うん、でその成長段階では親が主だよね、もちろん、うんうんうん、やっぱどうやって作っていくかっていうのも、うんうんうん、が親が主。でも大人になってきてその苦い経験だったりとかってもう変えることもできないし、うん、あの
ね、その現実は覆せないし、うん、親からねどうこうしてもらうっていう風なもう形じゃなくなってくるじゃないですか、大人だからね、うん、だからそのカウンセリングとかね、そのセラピーでそのインナーチャイルドセラピーっていうのがあるんだけども、その幼少の頃にその負った傷だったりとかね、まあトラウマっていう言い方をしたりしますけど、それを癒す作業を自分自身でしようっていうのが、そのまああのセラピストによってねの誘導っていうか、セラピストとともにそのいろんな記憶をね、あのたどりながらそのトラウマを克服していこうっていうのが、そのインナーチャイルドセラピーっていうセラピーがちゃんとあるんですよ。まあ母親がね、社会、うん、ちっちゃい頃っての母親とのこの交友、うん、でもう本当に母親自体が社会だから、本当に社会に対して母親にずっとこう媚び打ってこうね、うん、いい顔ばっかりしてると社会に出てからそういう風にみんなにいい顔ばっかりしちゃうとか、うん、なんかそういうのは聞いたことあるんですよ、うん、なんで本当に母親次第で、うんうん、この社会に出る自分が決まるみたいな、うん、それはねやっぱりその一番身近なその養育者っていうのすごい大事なんだけど、その伝え方もね、それだけを言ってしまうと今度ね、母親がじゃあ私が悪かったんだって、うん、私の育て方が悪かったが、私が悪いっていう風に認識しちゃう人もいるわけですよ。ね、うん、全部私がいけなかった、こうなったのも私がいけなかったっていう風に今度お母さんもそう思ってしまう人がいるけど、それも違うんですよ、うん、だってお母さん、例えばさ、習ってないことをね、あの教えようと思っても無理じゃない？そうですね。何か、うん、例えばスペイン語教えてあげてくれるって言われた時に、マキちゃん教えれる、うん、でしょ。だそれってやっぱ自分が習ってないし、覚えてきたものじゃないから人に教えられないわけじゃないですか、うん、それと一緒でやっぱりね、お母さんも自分がやっぱりその育ってきた環境だったり教えてきてもらったことだったりとかね、うん、そういうことってこうやっぱりなんていうの、あの限りがあるわけじゃないですか、自分と今度親とのね、うん、関わりの中で、そうした時に教えてきてもらってることはまたその下の代に教え継いでいくことはできるけれども、なかなか教えてもらってないことってできないわけじゃない、うん、だからお母さんが知らなかった、もうちょっとあのね、育て方っていうのかな、こういう育て方で自分も来てるからっていう、やっぱ自分の中の基準みたいので育てて行くから、やっぱりまずそれが一つの基準で、その途中で例えば育児書を読んだ時に、あ、ちょっと違うかなとか、周りのお母さんと話した時に、あ、そうなんだっていう違う知識を入れることによって、あ、もしかしてこれってちょっとね、自分の育て方にはちょっともしかしたらズレがあるのかなっていうのに気づくわけでしょ。だからね、そこをね、やっぱりその本でも何でもそうなんだけど、やっぱりお母さんの育て方が重要ですってなると、すごいそれを重くなっちゃうお母さんもいるよね。そうですね、そう言われちゃうとね、うん、何が正解かっていうのがないですからね。ないの、子育てもそうだけどね、うん、だからやっぱりそのお母さんもそういうあのあれで育ってきて、自分の中の記憶がね、うん、それしかないわけよ、そういう育ってきた中で、うんうん、あ、ね、自分は親こういうふうにされてきたから、こういうことはやめようとか、うんうん、こういうふうにしてあげようっていう自分のフィルターの基準だから、うんうん、ね、それが自分の記憶じゃない、うんうんうん、そうですね、本当に気質が違えばね、同じように接してても違うように出ちゃうしね、うん、そう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 、うんうん、だから子供だって10人といるって全員が同じ性格してるわけじゃないから、うん、難しいですよね。難しいでしょ、ね、前回の松井さんなんかはね、そのタイプ別で本当子供さん分けて、この子にはこう接していこうとかって、ね、そうやっぱああいうのもあるしね、うん、だって自分、マキちゃん子供何人いるっけ。私2人。どう、2人の性格って。真逆ですね。真逆なんだ。真逆、うんうん、上と下どんな風に違う。もう兄ちゃんが本当に優しくって、うん、おー、もうちょっと冒険心のない優等生な感じで、あ、下がもう天真爛漫で、うん、もうまあ結構言われたけど子供らしいかなみたいな。あ、やっぱり育て方って違う。一緒それはある意味分け隔てなくということ。うん、一緒両方可愛い可愛いできたけど、二人とも、うん、先生だよね、うん、自分の子可愛いもんね。そうだね、だからその、あ、でも特にマキちゃんとか、あの年が離れてるんだよね。そう、10に離れてるもんだから10に違うの。そう、
そう、うん、でまあ兄ちゃんの時はもう対等ですよね。私も若いし、うん、どう育てていいのか分かんないから、いまだに同じように会話してきたからやり合ったり、あ、うん、まあ下の子の時はね、親として一歩引いてあげて見てるから、うーん、余裕がちょっと、余裕があるもんで、うわやらかしたなって思ってもいいよ。じゃあ同じことをね、例えば上の子と下の子がやらかした時にやっぱ違う、違った叱り方と、同じことやらかさないな、あやらかさない、元々ねやらかさないんだね、上がねもういい子だったんだよな、なんでだろう、萎縮してたとかでもない、優しかった、優しい、優しい、なんだろうね、やっぱ本当タイプ別ですね。あ、うん、あのね、前回あのマキちゃんの代わりに出てくれてた松井さんという方がね、うん、エニアグラムっていうのをやってて、そのもう生まれ持った素材は変わらないっていうね、うん、ところからタイプを9タイプにね分けるっていうのをやってたんだけど、やっぱその部分がもともと持ってるものが違う、うん、がっつり出てますね、うん、もうちっちゃい時からやっぱ行動が違うんだ。違います、違います。でもそうだね、そう言われてみればうちも3人子供いるけど3人とも違いますよね。ねえねえ、だからね、その記憶ってでも定かじゃなくないです、記憶意外とあんまりないですね。例えばさ、なんか自分が覚えてるのに人は覚えてなかったりとか、あーあーあー、で逆に自分が忘れてて人が覚えてて、そうだったっけみたいな、うんうん、ね、うん、でしょ、うん、記憶って、うん、そうすると、あそうだったんだっていうことってあるでしょ。意外と自分が同じ出来事があって、例えばマキちゃんと私がね共通の出来事があって、あこうだったよねって言ったら、うん、そうだったっけみたいな、どこが印象に残ったかになるのかな、うん、かもしれないね、うん、そうそうそう、自分のね、うん、あの何焦点がスポットが当たったところがね、うんうん、だと思うんだけど、やっぱりそうやって記憶っていうのって曖昧なところもあるわけじゃないですか、うん、その良きも悪くもね、うん、でもどうしても人間ってその悪いところに焦点がいくと、例えば何かしようと思った時に失敗するかもしれないとか、そういうこう自分の経験だったり記憶のもとにあの前に進めないとかいろいろあるじゃないですか。ありますね、うん、うん、ね、だからそのいかにね、その子どもの時にあの何だろう、いいその思い出を残すコツっていうのがあるんです、うん、あるんですか。あるんです。これ来週にしようか。え、マジで？来週、来週にしましょうか。マジで？わかりました。申し切ってもしょうがないから、はい、はい。じゃあ来週、再来週ちょっと引っ張って、尺引っ張って。わかりました。来週のスタートはこれからにしましょうか。そうしましょう。ね。はい、美味しいところで、だいたいドラマもそうでしょ。この先どうなるんだろうと思って、兄、え、嘘マジ来週みたいな。ですね。うん、その流れでいったら、次もまた視聴者増えるかなと思って。わかりました。じゃあ来週まで撮っときます。はい。ということで、とりあえず今日はここまでで。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。